はい、酒好きなもとに新潟人の飲酒動画です。今回もはワインですね。はい、久々にね、久々でもないんだけど、ちょっとワインにね若干ハマり始めたというね。こちらリラです。リラ、ブドウ香るまろやか赤、リラの赤ですね。こちらがめちゃくちゃ激安のスーパー激安ワイン、値段が確か300円か400円ぐらいだったかな。そしてこれペットボトルです。これがねペットボトル、ボトルこれメーカーは、メーカーがサントネージュワイン株式会社、聞いたことね。容量が 720ml で、アルコール度数が 10% で、タイプがライトボディで、甘辛度がやや甘口。輸入ぶどう果汁使用、香料酸化防止剤と書かれています。ぶどうを感じるまろやかですっきりした味わい、いつものリラックスシーンを華やかに彩るワインです。うん、だそうですね。うん、それ以外何にも書いてないですね。うん、まあいいか。ワインってね、意外とね何も書いてないんですよね。あの、特に外国のワインとか、さ、ひどいのだと、フルボディ、タイプ、フルボディ、以上、みたいな、のとかあんねん。これさ、甘いのか、辛いのか、書いてあるからいいけど、これ、普通さ、なんか、甘い、甘口で、中口、辛口、みたいなのとかで、なんか、目印が書いてあって、これがどれぐらいのあれかっていうの書いてあるんですけど、これは書いてあるからいいけど、本当になんか、書いてないやつが多いですよね。まあ、うん。だから俺はやや甘口を選びました、これね。久々にちょっと甘いワインをね、飲みたい。ということでね。前回飲んだワインだったんですけど、ワイン、前々回ぐらい飲んだんですけど、あれは非常にドライだった。乾杯。あ、甘いっすね。甘くはないか。うん、フルボディのこれライトボディでしょ。ライトボディだよね。前々回飲んだ、フルボディの、ワイン、フルボディだったっけ、辛口、あれのワインを1対1で、ぶどうジュースで割ったような味ですね。うん。まあ、前回のは、値段、1000円しましたからね。それよりこれ3分の1ぐらいですか。これ300円だか350円ぐらいで買ったの、多分。実に安い。ワインって本当に安いよな。まあ一番安いのは日本酒だけどな。日本酒ってクソみたいに安いじゃん。あれ。本当に。本当に紙パックの日本酒とかクソ安いよな、あれ。まあ、紙パックの日本酒はどっちかっていうと、なんか個人的には料理酒として使うよね。料理酒っていうさ、料理酒あるじゃないですか。あれはね、安いんだけどね、1リッター200円ぐらいで売ってるじゃないですか。恐ろしく安いんだけど、あれより、安くても紙パックの日本酒とか2リッターでなんかすっげえ安い
激安のあの日本酒使った方が絶対美味しいですよね。あの料理酒としては絶対。これはチーズです。ベビーチーズ、安定のベビーチーズ。料理とかに前あん肝食べたんですけど、あん肝の下処理で、あの日本酒じゃなくて、あ、料理酒か、料理酒使ったんだけど、絶対日本酒の方がいい。だったりとか、なんかほら酒蒸し、貝の酒蒸しとかで使うのは絶対あの日本酒がいいですよね。あれ腐っても日本酒だからね。料理酒は所詮料理酒だから、日本酒よりランク低いですやっぱり。なぜかっていうと、結局のところあれ日本酒は持たないんだよね。あ、持たないんだよね、持つんだよね。あの香料とかさ、あの酸味料とかいろいろ入ってるから、あの持つは持つんですけど、うん、味としてはあのまあそのまま飲めばわかるんだけど、まずい。で、料理酒って書いてあるくせして料理に向かないっていうね、矛盾だよね。料理酒なんていらないと思うんだけどな。あれ使ってる人いるんかな、料理酒なんて。絶対日本酒の方がいいでしょっていうレベルだよね。料理酒って書いてあるくせにさ、料理に向かないってどういうことだろう、逆に。あれもよくわかんねえよな。あれだって食塩とか結構入ってるんですよね。うん。なんかそのまま飲んでもまずいように作られてるんだっけ、確か料理酒って。ちょっと覚えてないけど。まあいいや。そんな話はどうでもいいとして。もうリラーですね。リラー、ググってみましょう。アサヒビールですね。あ、これアサヒビールか。渋くないが私らしい。気軽に飲めるフルーティーワイン。これは女性向けっていうか、初心者向けでしょうね。ワインのね。だってほんのり甘いもん。ぶどうジュースっぽいもん、若干。うん。これはあのガキでも飲めるわ。これガキでも飲めますね。あのね、ただね、前回前々回飲んだあのフルボディのやつが、あの酒飲みとしては、あの絶対あのチーズが合う。これはね、甘いからチーズが合わないですね。これ単品で飲むのにはいいんだろうな。単品でな、これですね。なんとかかんとかかんとかかんとかの2015。でもこれはあれだよね、キッコーマンだからか。キッコーマン株式会社、輸入者が株式、キッコーマンだから、日本の会社だから、タイプが辛口とか、やや辛口、やや甘口、甘口に分類されてて、ちゃんとこの、これが何の分類かっていうの書いてあるし、渋みも軽い、程よい、しっかりの3つからちゃんと選んであるんですよ。で、飲み頃温度までさらに書いてあって、14度から16度ってしっかり書いてあるんですね。さすがキッコーマンですよね。うん、これがね、あの外国の、まあ結局さ、ワインだけどさ、これがさ、輸入車とかも完全に外国の場合だと、
外国の会社だったりすると全く書いてないよね。あのフルボトルってフルボディって書いてあって以上って。なんやねんって。それじゃこっちとして選びようがないよね。マジで。マジで選びようがねえ。フルボディはわかるけどって。まあ、基本的に高いさ、ワインってさ、あの、絶対さ、辛口だよね。あの、辛口以外ないと思うんだよ。ほぼ。あ、これフルボトル、フルボディじゃなくて、フルボトルじゃなくて、フルボディですね。俺よくあの、フルボトルっていう、このあれを使うから、間違っちゃう。これはフルボディじゃなくて、ミディアムボディですね。渋みが程よいって書いてあるから、これはミディアムですね。こっちの方がね、あの辛口し、結構俺、これ、ミディアムでも結構渋いんだけどさ。ただ渋い方がね、あの、チーズとしては、あの、全然合うんですよね。辛口だしね。辛口なんで、こっちの方が、うまいっていう、言うこともないんだけど、まあ、少なくともチーズを食うとしては、甘いものにチーズ合わせられないからね。うん、やっぱチーズって、割とドライな、ものに合うじゃないですか。うん、あの、ウイスキーとかみたいな甘いやつって合わないんですよ。結局苦めのやつとか渋いやつにゃん、うん、ウイスキーはチーズ合わないんですよ。だからビールとかみたいに苦みがあったりとかワインみたいに渋みあるやつに合うんだよ。あれ、そうだよね。結局、ウイスキーもストレートで飲むと結構甘かったりするんや。うん。あの酒の甘みっていうかね。まああれ、ウイスキーってもともとあれだから、ウォッカみたいなもんだから。原材料が、あれ麦でしょ。麦とか大麦でしょ。もともとの原材料がね。だからほとんどウォッカなんですよ。ウォッカをただ単にあの、樽詰めしただけの、あれですから。ウォッカに、まあチーズが合わないのと一緒かな。ウォッカも普通にストレートで飲んだら甘いからな。値段が518円ってなってますね、これね。違う、453円だ。税込みで453円ってなってますね。アサヒショップ。アサヒショップで買うと453円だけど、そこら辺のスーパーの方が確実に安いんで。せやね。これよりかさらに安いんで、350円ぐらいになってる。バカ安かったな。まあ、そりゃそうだよ。だってこれペットボトルだもん。ペットボトルでさ、しかも、うん。でも、小生意気にあれだね、このリラのプレミアムコクアカっていうのが、これの上位版みたいなのが売ってるね。ポリフェノール 20% アップ。で、ライトボディじゃなくてミディアムボディになってる。ただし、味わいは同じ、やや甘口となってますね。で、あと、白ワインのこのリラもある。あと、ロゼンのやつもありますね。そして、2700ml のペットボトルまであります。ペットボトルタイプまでありますね。これ売れてんのかな？まあ、なんやろね。料理酒として使うんじゃない？こういうのって。うん。多分本当に好きな人って多分いないと思うよ、こんなの。こういう系って。多分料理酒に使うように、あれなんかな。
でも料理酒にこう甘いやつって合わないんじゃないかな。だよね。料理酒ってドライなやつが合うと思うんだよね。だからこれは合わないと思うんだよ、ね、甘いから、うん、だって甘いのを使ったらその料理に甘いのがついちゃうじゃないですか。ねえ、やっぱり塩も砂糖もどっちも使ってないのがベストでしょうね、料理酒としてはね。だからやっぱり好きでこれ飲んでる人いるんかな。うん、リラに合うおつまみレシピ。リンゴとゴルゴンゾーラカナッペ。なんだよそれ。あー、しょっぱいチーズと甘い蜂蜜がよく合います。だってゴルゴンゾーラチーズとか、俺チーズも大好きやねんけど、ゴルゴンゾーラって聞いたことあるけど、いや全然わからん。昔本格的なさ、スーパーに売ってたんだけどさ、本格的なあのブルーチーズ買ったんだけど、あの外国産のね、高いやつ普通に1000円ぐらいするやつ買ったんだけど、あれはひどいね。あのブルーチーズはもういいやってなったね。あの本格的すぎてね、マジでね、あの腐った匂いすんのよ。てかカビてんのよ。なんかカビの匂いすんのよ。あれはね、あのあれ好きな人っているんだけど、あれ本格的なのね、好きな人は本当にね、あの味覚とかね、嗅覚がなんか土地狂ってると思うね。あれはもうあれだよ、パクチーが好きな人と同等だよね。パクチーが好きな人もちょっと頭狂ってると思うけどね。俺パクチー大嫌いだからあれやねんけど。そうだよな。まあ結局のところそれぞれなんやけど、ブルーチーズは恐ろしくまずかったな、本場のやつな。本場のブルーチーズは恐ろしくまずいで、あれ。今度みんな食ってみ。あのスーパーにたまに売ってんねん、なんか本場のやつ。うん、本場のあの外国産のさ、すっげえさ、でかいやつとか売ってんねん。あんなこんぐらいのさ、バカでかいチーズとか売ってんねん。まあ、やっぱりカマンベールチーズか。個人的に高いワイン、あの、高いチーズでうまいのはやっぱカマンベールだな。カマンベールが、普通に美味しいですね。あれも実はカビですよね。カビの一種を確か発酵させて作ったやつだよね、カマンベールってね。うん、あれ美味しいよな。カーゲーチーズはね、普通にうまいっすよ。あの白いやつでしょ、外側がね。これ白カビですね。そうそう。だから青カビと白カビってどっちがいいのかっていうの知らないんだけど、カマンベールは白カビらしいですね、今見ましたけど。表皮が白カビで覆われ、中は柔らかい小型のチーズです。内部がクリーム色で熟成が進んだのはとろりとしています。大変柔らかいので、本来は丸い木箱に詰めて型崩れを防ぎます。これね、この外側の部分がね、やっぱうまいねんな、この白カビ、うん、ちょっとしょっぱいねんな、そこがうまい。で、ほんのり硬いんですよ。で、中は柔らかいんだけどな。これもすごいよな。でも実際さ、カビを食おうっていうのがさ、すげえよな。最近クワガタ飼ってるんだけど、
クワガタのとこに青カビ生えたんですけど、これを食おうって言うんだからな、人間は。マジすごいよな。草屋とかもそうだけど、まあ、草屋は俺食ったことないからわかんないんだけど。でもカマンベールチーズは普通にうめえよな。割とどこでも売ってるしね。普通にトカチのカマンベールチーズとか明治で売ってるから。こういうの俺食ったことないんだけど、普通にこれでもうまいもんな。うん。こういうので、その、雪印とか、トカチ、あ、明治とかのやつで、ブルーチーズ売ってほしいんだけど、なんで売られないのかな？多分なんか難しいんやろね。そういうタイプのだったら絶対いいんですよ。本格的なやつは恐ろしくまずいんですよ、ブルーチーズって。うん。以前俺、昔食ったことあるのが、ブルーチーズが、なんかしょっぽいブルーチーズやったんやけど、うまかったもん。ただ本格的なの本当にゲロみたいな匂いするから。本当にゲロみたいな匂いするんだわ、あれ。ガチで。ブルーチーズ、ブルーチーズってやっぱり難しい。難しいんじゃないかな。多分これゴルゴンゾーラじゃない？なんかブルーチーズでググったらなんかいろいろ出てきたんだけど。白カビと同じくカビを使うタイプですが、このタイプはチーズの中から熟成していきます。作り方は青カビは空気が必要なので固めて、水を切った乳に、青カビをまぶしてからチーズの形を作ります。こんなのどうでもいいんや。ゴルゴンゾーラはブルーチーズの一種で、イタリアの代表的なチーズの一つに挙げられます。世界三大ブルーチーズとして、フランスのロックフォール、イギリスのスティールントンと並んで広く知られています。切り口は青カビの緑色が美しいマーブル模様を描いています。多分俺食ったのこのゴルゴンゾーラやな。恐ろしくまずいから、マジで。さっき言ってた、この、リラに合うおつまみレシピの、リンゴとゴルゴンゾーラカナッペって、これやな。何がゴルゴンゾーラやねんって、思ったけど、青カビ、ブルーチーズのあれか、一種か。ブルーチーズは、種類があるみたいですね。1,2,3,4,5,6,7,8、9個も種類があるみたいです。多分産地とかによって違うんやろな。おそらくワインとかも一緒で。このワインが、これボルドーワインですから、これ産地によって違う。ボルドーワインとかと、ウイスキーでもあるけど、ジャパニーズウイスキーとアメリカンウイスキーとか、ね、世界ね、7大ウイスキーとかあるけど、まあ、あれの部類なんだろうね。ああいうあれなんだ。どっかのブログで、世界三大ブルーチーズ食べ比べ。ゴルゴンゾーラ、スティルトン、ロックフォール、とあります、うん。ブルーチーズが大好きです。だって。ダメだね。青カビチーズ。かなり塩味が強いと書いてありますね。世界三大ブルーチーズ。ゴルゴンゾーラ、スティルトン、ロックフォールだって。その3個あるらしいですね。あ、俺食ったの多分ロックフォールかもしんない。うん。わかんない。ロックフォールか、あれだな。ゴルゴンゾーラのどっちかだな。どっちかわかんない。何が違うのかもよくわかんないもんだって。
もうどっちが違うか分からん。でもね、こういうのって結局さ、乾燥くっさい。乾燥は臭いらしいですね。柔らかくてもろっとした感覚。ブルーチーズは基本的に味が強いんですが、3つの中で最もまろやか。ゴルゴンゾーラが、臭い、柔らかくてもろっとした感触。ブルーチーズは基本的に味が強いんですが、3つの中で最もまろやか。酒のつまみなんか一番合いそう。んで、第2位が、スティルトン。スティルトンチーズ。イギリスのチーズ。ブルーチーズの中では水分が少なめでコクが強い。エリザベス女王の大好物として知られています。うん、乾燥臭い。他の2つよりも食感が硬く、ホロホロした感じ。ゴルゴンゾーラと比較すると、塩の味よりもチーズの味そのものがちょっと濃い。プロセスチーズを強い味にした感じ。食感、味ともに、ブルーチーズ食べたことない人にはね、一番食べやすいかも。なるほど。で、1位がロックフォール。フランスのチーズ。独特のピリッとした刺激があり、塩分も強い。フランス西部のロックフォール村にある洞窟の中で熟成したものだけがロックフォールと名乗ることができます。うわ、マジかよ。これ絶対高いだろ。このチーズは、なおこのチーズは羊のミルクが原料です。あー、これ絶対高いわ。これ確実に高いやつじゃん。しかも、フランス西部のロックフォール村にある洞窟の中で熟成したものだけってどんだけあれなんだよ。超限定的じゃん。俺食ったことあるやつ、絶対これゴルゴンゾーラだわ。確実に。まだ手に入る部類だよ。確かスーパーで1000円ぐらいで売ってたから、多分そこそこ高いんやけど、確かにそこそこ高いんやけど、うん、ゴルゴンゾーラだな、多分俺食った絶対これロックフォールってのクソ高いで。乾燥、くっさい。一番くっさい。柔らかくてとろっとした口当たり。味が濃くてくどい。かなり塩辛い。好きな人にはたまらないと思うけど、好き嫌いはっきり分かれそう。僕は大好きなので1位だって。絶対スティルトンとか、ロックフォールとか言ってるけどさ、一言でまとめると、ブルーチーズを食べたことがないって人は一番優しいゴルゴンゾーラをって書いてあるぞ。はぁ、俺多分食ったのゴルゴンゾーラだと思うんだけどな。ドロドロしてないやつが食べたいって人は、固めでプロセスチーズに似たスティルトン、これぞブルーチーズという濃厚でえぐい味を堪能したい人はロックフォールを。だってこう考えるとさ、なんか意外とさ、これもしかしたらだよ、俺が食ったのが一番えぐい味でロックフォールだったっていう可能性もあるべ。っていうことを考えると、ゴルゴンゾーラならいけるんじゃないかっていう、そのなんかあるよね。で、ちなみにアマゾンで見つけましたが、ゴルゴンゾーラチーズが 100g、702円で売ってます。ただ送料を込めるとちょっと高いですね。プラス600円ぐらいかかります。はぁ。確かにチーズはうまいんやけどな。ただな、ブルーチーズが恐ろしくまずくてな。あれ何のチーズだったんだろうな。恐ろしくまずかったん。でもなんかこういう記事を見るとうまそうに思えてる。で、しかもワインを飲みながらだと余計なんか、あれみたい、食いたくなってくるよね。甘酒ってさ、
関係ない話だけど、甘酒ってさ、俺さ、何回かさ、飲んだことあるんやけど、クソまずいねん。で、クソまずいんやけど、なんか一年に一回は飲みたくなるんですね。あの謎の。なんか味を忘れた頃に、もう一回、あれ？いや、意外とうまいんちゃうか？みたいな感じで。しちゃうね。で、飲んで、うわ、クソまずいわ、やっぱり。やっぱこれクソまずいわ。っていうのを3回ぐらいやった気がする、これ。昔。ゴルゴンゾーラだった気がするんやけどな。で、しかもこのゴルゴンゾーラにピカンテって何なの？なんかよくわかんねえけど。わからん。でも、世界三大ブルーチーズってことは、ちょっと待ってね。あ、わかりました。ゴルゴンゾーラっていうのは、実は2種類あるみたいですね。ゴルゴンゾーラには2種類あり、ドルチェタイプはマイルドで食べやすく、ピカンテタイプは辛みが強いとされている。じゃあドルチェタイプの方がいいんじゃん。っていうことは、ゴルゴンゾーラのドルチェを買えば、割と美味しいんではないかという、ワンチャンス、あるんだ。ピカンテはちょっと多分上級者向けなんで、おそらく。ゴルゴンゾーラでもアマゾンにあるな、いっぱい。ゴルゴンゾーラのドルチェタイプなんて売ってねえんだけど。あ、ドルチェだ。あ、これ売ってるわ。これだ。新品700円、100グラムで、700円で売ってる。これ今度買ってみようかな。送料が700円ですね。合計1400円で売ってるわ。へぇー。もっと安いのないの？1400円か。ちょっと買ってみたいな。若干。で、一番、評価が高いのが、やっぱり1400円ですね。100g あたり1400円します。ビールでも評価ね、トップカスタマーレビュー。ビールでもワインでも日本酒でも合います。柔らかさと風味とチーズらしさのバランスが抜群で大好きです。うまいっすね、これ。チリワインのつまみに食ったけど、ワイン止まらねえわ、これ。味見程度に切って食べたけど、もう一回今から食います。ああ、金かかるわ、これから。だって。こいつは全部食うと病気になるほどうまい。生で食ったらひどい目に遭いました。調理して食べてください。なんだその、意味不明な。大変美味しかったです。家族で美味しくいただきました。ありがとうございました。家族で食うの？これ今度ちょっと、欲しいものリストに しとこう、ちょっと。なんか気になった。食べよう。最近ちょっとワインにはまり始めてるからな。
まあこのリラはあれですね、ワイン初心者向けにおすすめってとこでしょうか。ちょっと長くなりましたけどね。まあこれは女性向けというか、女性向けっていう言い方もなんか差別的で、あんまり今言っててなんか気持ち良くないもん、いいものではないんだけど、女性ってなんか甘いもの好きなイメージあるんで、ちょっとそれを、言ってみましたが、まあ、男性でも甘いもの好きな人もいるしね。まあ、俺はあんまり好きじゃないだけで。ふぅ。まあ、まあ、かなり甘めですね。ワインとしては。かなり甘めなんで。でも、ポリフェノールとかの意味で、まあ、俺も最近ね、酒はね、ちょっと、やめなければなというか、やめなければなということもないんだけど、まあ、あれですよね。そこそこ、なんだっけ、脂肪なんだっけ、あの血液検査の結果、やばいんで、うん、まあでもこれはまあ、うん、難しいっすよね。これは買いかって言われると、でも300円だからまあ買いなんじゃねえの。これがさ、500円とか1000円とかするんだったらまあわかるけどさ、まだ絶対買わねえけどさ、これはまだほら350円ぐらいで買えるから。3334です。ご視聴ありがとうございました。